助さんに修行つけてもらうんだ。昔のお父さんみたいだって思って。父ちゃん、お父さんもお師匠さんに稽古つけてもらおうと頑張っていたから、いや様っていう立派な方が。へえ、会ってみたいな、その人。亡くなられたから。そうか。とっては師匠であり父親のような存在でもあったの。へえ。原田ちゃんのお母さんに地下台さんのお父さん。この人ネジおじさんだよな。ええ、私のいとこなんだけれど。この写真サスケさんいないけど。サスケくん？うん、この時はいなかったの。強かった？サスケくんはずっと一番だったかな。おい忍びだったのよ、ジラーヤ様。サスケくんやお父さんより強いかもしれないわよ。え、そんなわけないってばさ。サラダ、うん、晩ご飯何食べたい？パパの好きなものでいいんじゃないの？ほかげ屋敷に用だって。これじゃ里にいない時とあまり変わんないじゃん。あ、サスケさんいるか？まあサラダは知らないと思うけど、ジライヤさんって人のことをな。ジライヤさん、聞いたことあるような。じゃあタクティクス。うん、ほら親子の日ってあったじゃない。昔さんがそれをパパに貸してくれたんだって。この本を読んで娘の気持ちを理解するといいって。サラダ、よし、じゃあ手分けしてイチャイチャタクティクスを。タクティクスって知ってるかってことなんだけど。余計に読みたくなりました。読まんでいい。なんで？お前たちにはまだ早い。タクティクスって本読んだことある？俺たちジライヤさんのことを調べててさ。推理小説？どっちかっていうと。っていうと？恋愛小説かな。すいません、ここにイチャイチャタクティクスって本ありますか？これだよ。パパ、これはまだ早いよ。サスケさん、ジライヤのことが知りたい。急にどうした？父ちゃんやサスケさんよりも強いって本当なのか？確かにそうだが、全く同じというわけではない。ああ、俺と大して変わらないな。螺旋丸とか手裏剣術とか習ったし。そういう問題ではない。じゃとは何たるか。そして歩む人道を教えたのだから。ナルトにとってジライヤは父であり師匠でもある。父ちゃんとジライヤさんたち、みんなが写ってる昔の写真があったんだけど、サスケさんいなかったな。は、道を見失っていた。集合写真に遅れたとか。そんなところだ。ティクス、カカシさんに借りてもらえないかな。あれはダメだ。あのさ、父ちゃんって俺くらいの時どんなだった？どうしたの急に。いつもまっすぐで、まっすぐ、自分の言葉は曲げねえ、それが俺の人道だっていうのが口癖でね。だからそんな人だった。お父さんは小さい頃からまっすぐだったけど、忍び耐えるもの、ジライヤ様の言葉よ。私はそんなお父さんのことをずっと見ていたの。私も今もお父さんのことを大好きよ。母ちゃん、父ちゃんのこと子供の頃から好きだったのかよ。じゃあ教えてよ。教えない。さて、明日はどうやってイチャイチャタクティクスを探すか持ってるはずなんだけどな。あった。よし、何してるの？なあ、これなんか持ってるって早く気づけばよかったってばさ。ダメよ、これはボルトにはまだ早すぎます。あ、サスケさんにお願いしてカカシさんのイチャイチャタクティクス借りてもらうんだって言ってたから借りてあげてね。サラダより。